皆さんこんばんは。 YY ニュース山崎です。今日は2016年の7月の19日火曜日ですね。時間がまたしても遅れまして午後8時18分ということで1時間ちょっと遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、7月31日日曜日ですね、投開票の東京都知事選挙で鳥越俊太郎氏が勝利するには、開票作業から武蔵とグローリーを完全に排除して手作業にすることが不可欠だというのが今日のメインテーマですね。土山純一さんですね。毎日毎日ありがとうございます。コンティニューコイン2枚とお茶が6杯ですね。それからいつもそばにいるよさんですね。コンティニューコインですね。こんばんは、配信ありがとうございますと。こういうことと、それから白尾東郷さんがパチパチパチコンティニューコインですね。ということです。そして、今日は昨日の放送のメインテーマをブログ記事にまとめて、発信したということで、ブログ記事、日本会議がこれほど勢力拡大できた最大の理由は2人の元最高裁長官が深く関与したためなんだというのを昨日のメインテーマで取り上げまして、それを、追加訂正した上でですね、今日ブログ記事としてアップしましたということですね。今日の放送はそういうことで、現在は8時20分になりましたね。お茶配信ありがとうございます。土山純一さんですね。そして、最初はいつもの通りワイワイニュース支援組織見るの会千の会、山崎康彦と愉快で情報通な仲間たちのご案内ということで、2つに分けてですね、リツイートしたいということですね。砂ずきんさんですね。今日のメインテーマをリツイートしてくれて、ワイワイニュースライブただいま配信中と。からコンティニューコインが2枚ですね。ありがとうございます。見るの会ですね。天国からさんがチューチュースタンプですね。それと見るの会の後半部分ですね。この世から一貧困。あ、これは古いやつだ。失礼しました。ちょっと待ってください。最新のやつにですね、切り替えますんで。あ、これ違うか。これですね。お茶ですね。白尾東郷さん、今夜は山崎塾スタートということですね。砂ずきんさんは外出金付き途中までということですね。後半部分ですね。この世から1、貧困、2、大格差社会、3、テロと戦争、4、核兵器と原発、5、戦争兵器と消火器、6、国家権力犯罪と民間権力犯罪を本当になくすために1000名の支援者を募集しますというのが最新の、なんていうんですかね、タイトルですね。そして次はですね、日曜日から明日水曜日まで3日間72時間第20回のワイワイニュースネット世論調査を行ってますので、本日6時現在の中間報告ということです。テーマは7月13日の NHK による昭仁天皇の生前退位の報道の背景は、1、天皇の高齢による体力の限界のためと、から2、
護憲派天皇の早期退位を狙った安倍晋三内閣の謀略工作と、から3、安倍晋三内閣による憲法破壊阻止のための天皇最後の抵抗だという3つの選択肢の中からお選びくださいということで、現時点で52名の回答者がいらっしゃって、そのうちツイッターからは49名、 E メールで3名と。で、中間報告ですけど、現時点で1の天皇の高齢による体力の限界のためと 5% の方が回答してますね。で、2番目、護憲派天皇の早期退位を狙った安倍晋三内閣の謀略工作、これは 35% ですね。そして3番目、安倍晋三内閣による憲法破壊阻止のための天皇最後の抵抗だと、これ60%という現時点での結果が出てます。そして、回答の締め切りは明日水曜日、7月20日午後1時ということです。それで回答方法はツイッターで、直接サイトで、選んでいただくという場合と、それからツイッターやってないという方は E メールで、私宛に、回答していただきたいということですね。これを3つに分けてですね、今アップします。第20回衆参コンティニューコインですね。それからお茶ですね、ありがとうございます。それから衆参が今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。中間報告ということですね。 K さんがコンティニューコインですね。でテーマですね、マイナス58、全然ダメですね。これはそしたら1、2、ここまでですね。3以下は1と2ですね。そして続きが3ですね。ということで3が 60% と、そして回答方法4つに分かれましたね。高久さんですね、こんばんみですね。マイナスな、これですね。ということで、ツイッターとそれから E メールでご回答くださいということですね。そして、次にですね、一度ご案内しましたけど、今週の日曜日、7月24日日曜日午後1時から4時、東京飯田橋で開催されます安倍義弘氏&天野元康さんの詐欺経済学言論出版記念セミナーというものがありますので、それのご案内を今したいと思うんですね。
特別講演会のご案内と。小池百合子、ひどい女ですね。病み上がりの人とはね、と。ああ、なんか発言したんですかね。ああ、おそらく鳥越さんのことを批判したんじゃない？病み上がりっていう。これですね。そして詳しくは、これはアップできますかね、一度に。うわー、全然ダメだ。108。2つに分けますかね。ということでね、ヒカルランドパークという本を出版した出版社が持ってる、なんか会議室なんですかね。80名収容と、飯田橋、ですね、TH1 ビル7階セミナールームアクセスです。これ高いんですよ。これ料金7000円ですよ。定員80名で、1時から1時50分まで天野元康さんの単独公演と、2時から2時50分まで安倍義弘さんの単独公演と、それで3時から4時までが対談公演、エンド質問ですね。今週の4月24日日曜日です。体調のことを言うなら、小池たちの大将の安倍ちゃんは下痢、あまりはずる休みですがね。7000円高すぎと。高いですね。確かに。ということです。これ、私も招待されてるんで、参加する予定なんですけど、ただ、ツイッターで中継したいんですけどね。でも、7000円払ってる方がいるんで、中継はできないと。こういうことで、残念ですけど。ということです。ただ今日の画像ですね。今日の画像は、例の参議院選挙で手作業で開票を行った、東京都の小笠原町かな。小笠原諸島の小笠原村で、開票した結果ですね。これなんですね。手作業。で、一番下の、一番票が多いのが、三宅洋平さん、215票ですね。だから今回の参議院選挙、東京地方区で三宅洋平さんは25万票を取ったけど落選したというふうになってますけど、実際はこの手作業でやり直せばおそらく50万票ぐらいで当選したんじゃないかということで、いろんなさまざまな妨害が入ったということだと思いますね。で、一つは選管がいわゆる三宅洋平さんと書かれている票を精査すると
ということで、いわゆるイチャモンつけてですね、500票の束があるのに400票をそこから取り出して、どっかに持ってっちゃったというような情報もありますよね。だから選管ぐるみなんですね。選管ぐるみで三宅洋平を絶対当選させないというような工作が行われたということでしょう。だから武蔵とかグローリーのいわゆる周票プログラムを改ざんすると、で三宅洋平のと書いた鉛筆で書いたやつを消してですね、他の候補者の名前に差し替えるみたいなこともやった上で、選管が、三宅洋平の票を数えないような工作をしてたということなんですね。三宅洋平君は早速安倍の奥さんとに取り込まれていますよと、彼は安倍を国士だと称賛、彼は日頃の行動も含めて信用で、ああそうなんだ、ダメなんだかね、国士って言ってるの。まあ国士と称賛して奥さんと早速会うということが本当であればもうダメだろうね、高久さんと同じように。この大事な時期に安倍の奥さんと飲んでますと、へえ、ということは何なんだと。山本太郎があれほど、いわゆる同志として、国会で一緒に戦ってほしいと望んだ人間が実はとんでもない人間だったってことなんですかね。私はそれじゃあ、渋谷で1万人以上が、彼は山本太郎を撃つスパイかと。なるほどね、工作員だったということなんですかね、安倍夫人と。圭さん、これは知らなかったですね、国士と呼んでたなんていうのは。結局何なんだ、右翼なんかね、極右ファシストなんですかね、三宅洋平は。彼が反体制の歌を歌って若者に絶大なる任命をしていると。沖縄で何をしているかと、生活の党の党員でもありますね、だからこの辺であれですかね、畑智子さんが三宅洋平をめぐって河野太郎から離れたと、山本太郎から離れたっていう原因はそこなんですかね。彼女は、三宅洋平の正体を見破ってたということなのかもしれないですね。何やってんだろうね、山本太郎。脇が甘いっていうか、わかんないですね。同感。天国からさ、そうです、国民みんな国士になります、お互い国を憂うなんて書いてありますと、国士っていう言葉を使うこと自体がおかしいよね。これはもう、ね、日本会議とか極右ファシストが好んで使う国士っていう言葉でしょ。まあちょっとがっかりですね、三宅洋平。別情報では衆参、安倍側からの奥様を使った三宅洋平隠し、あ、つぶしか。なるほど。でもそれにひょいひょい乗ること自体がおかしいよね。間違ってるよね。ということで、一体彼を支持してた支持者は一体何なんだと。山本太郎は自分の党が欲しいんですと。なので、あんな奴をつるんでしまったという。だから、彼自身が党を作ることはいいんですけど、相手を間違ったということなんですかね。三宅氏に残念な気持ちをどう返せばいいんでしょうかという、まさにそうですよね、獅童東郷さん。
渋谷の、彼の選挙演説には1万人が集まったって言うんですよ。リツイート。別情報で安倍川家の奥様を使った三宅洋平潰し。いや、そんなんで潰され、誘われる方がバカなんだよね。ということです。ケイさん、工作員ではないでしょう。安倍夫人はいろんな動きをしていますが、結局は軍艦マーチを歌う幼稚園の顧問ですから、という。しかし、生活の党は2名復活。森友子と青木愛さんと。で、社民党と統一会派を組みましたよね。ということです。日々これ革命さん。この問題を追及して いますと。最初から予定調和であるとしたなら、三宅洋平は最初から反体制を脱力させる工作員でしょうね。と。ザマミヤ氏の動きも怪しいと告発する人多数と。なるほど。三宅洋平、うぶよね。と。瀬戸の風さん、要するに何も分かってないんですかね。この世の中の支配と搾取の基本構造を分かってないんですよね。反体制だけで言ってるんじゃないですか。ノリだけで。サイダリアさん、お茶、いつもそばにいる皆さん、陽平さん、安倍夫人と飲んでる場合じゃないと。沖縄の高江では大勢の機動隊500人ですよ、押し寄せ、農道をブロックし、もみ合いになりましたと。明日以降は抗議で駐車している車やテントを撤去するそうですという。まあ、これがあれですよ。東京都知事選の争点ですよ。警視庁機動隊500人を東京に戻せと。辺野古とか高江の反対派沖縄住民を弾圧するために、警視庁は送ってる機動隊員全員を戻せということを鳥越さんは主張すべきですよね。高橋さん、確かに山本太郎さんはちょっと弱い面がありますが、理想を言えば山崎さんのような方が彼についたなら最強のコンビなのではないでしょうか。なるほどね。ぜひ一緒にやりたいですよね、山本太郎さん。市民革命党、マシュマロさん、コンティニコンですね。彼はクリスチャンですと。山本太郎さんはクリスチャンなんだ。私は無神論者です。マシュマロさん、拍手ですね。高橋さん、はい。シカゴさん、コンティニコン。で、シカゴさんからご指摘のあった例のエレファントムさんは、排除しましたんで、NG。出しましたんで、もうアクセスしてこないですよね。いや、ああいう形で何のてらいもなくスーッと入ってこられると私全然気がつかないんで、そのまま行っちゃいそうなんで、シカゴさんがちゃんと見てくれたんで助かりましたね。瀬戸の嵐さん、コンティニューコンですね。ということと、それから新しくですが、今日の重要情報要拡散、こういう重要な情報をですね、できるだけ広く拡散していただきたいというコーナーを設けました。最初は、この前朗読したんですけど、ヒラリー・クリントンは武器密売に関与しているということを重要情報として取り上げたんですね。これはこの本、今9章を読んでますけど、朗読しなかった第5章ですね。米国を操る世界の奥の院を投資すると、オバマ大統領とイエメン、FRB 議長は操り人形に過ぎないという中の第、何章だ、10章が、ヒラリー・クリントンは武器密売に関与していると。おいおい、これはすごいあれですよね。まあ、要点だけ言いますと、2013年9月11日、9.11 ですね。
リビアで米国大使クリストファー・スティーブンスが殺害されたと。彼と大使館職員および同行してた CIA メンバーがテロに遭遇して殺されたと。なぜこのようになったのかと。この背後情勢を投資するということで、当日 9.11 9月1日は米国同時多発テロと同じ日ということで、非常にイスラム過激派にとっては米国政府要人を狙う絶好の日であると。逆に米国政府要人の立場からは最も警戒する日であると。でこの危険な日に2013年9月11日米国大使スティーブンスは一体何をしているのか。彼は米国大使館、非常に警備が厳重であるリビアのですね、米国大使館から外出し、領事館、ここは警備の全くない単なる軍の一室に向かったと。しかも彼は丸腰だと。警護についていたのは武装した米軍兵士ではなく、ピストルを携帯しているだけの CIA 職員だろうと。普通考えるならこんなバカな話じゃないと。なぜならテロリスト集団はマシンガン、手榴弾、その他で完全武装していることは言わんでもないと。それに対して大使一行は CIA 職員がピストルを携行しているだけと。毎日の場合、これでは戦えないと。こんな動きは考えられないと。なぜこのようになったのかと。こういうことですね。で、2011年まで遡ると、リビアではカダフィ大佐が殺害されたと。公式には政府軍と反政府軍との戦闘中での死亡とされるが、本当は反政府軍に潜入した米国の手先が殺害したんだと。以降、米軍はリビアで大規模な戦闘を行う必要なくなったと。その意味は、米国政府がリビアに送り込んだ最新兵器は使う必要がなくなったということだ。それじゃあ、その使われなくなった兵器はどうするのかと。米国はリビアに送った兵器、リビアで使われなくなった兵器をシリアに送るわけであるということですね。では、誰がその命令を下すのかと。その命令を下したのは、ヒラリー・クリントンだと。米国大使はヒラリー・クリントンの命令に従ったんだと。彼はリビアに送った兵器の回収と、それをシリアに搬送する手配を行ってたんだと。だがこの隠密作業は米国議会の承認を受けてないんだ。これはヒラリーと CIA の単独行動。彼らとシリア在住の武器商人の兵器ビジネスだった。もちろんこれは密輸ビジネスだった。で、ヒラリー・クリントンの単独ビジネスだったんだと。で、普通の日本国民が何と思うか知らないと。彼女の正体は悪魔の商人、密輸兵器商人になる。さて問題はここからです。つまり彼女はこの単独密輸ビジネスを公務用電子メールを使って行うわけにはいかない。それでは国務省の監視を受けることになる。それで使用電子メールを使用せざるを得なかったんだ。これがヒラリー・クリントンが攻撃を受ける使用電子メール疑惑の実態だと。普通の地球人民、日本国民の立場から、それから先のことも述べておくと。そしてどうなったか。2013年、ヒラリー・クリントンがリビアからシリアに送った兵器は、シリアの武器密輸商人を介して、イスラム国に流れたと。もちろん彼らはそれを使うと。2015年におけるイスラム国の暴走は、ヒラリー・クリントンが作り出したとも言えんだと。今週の立場から言うなら、2015年、イスラム国による日本人殺害は、ヒラリー・クリントンによるものであるかもしれないということ。これはすごいですね。トルコのクーデターはエルドランの大統領の自作自演、その可能性が高いですね。だって彼はたまたま外国の避暑地にいて飛行機に乗ってたらしいんですね。それで、反乱軍側がその飛行機、空軍が中心ですからね、飛行機をエルドランが乗ってるということを確認しているにもかかわらず攻撃しなかったということなんですね。アルカイダも IS もタリバンも作ったのはサウジアラビア、石マネーと。夏バテ注意さん、必ずサウジの王族の名前が出てくる。ちなみにミンラディ一族もサウジアラビアのゼネコンだと。そうですね。ただサウジアラビアだけが作ったんじゃなくて、その背後には一番奥の院には国際ロシアで国際金融マフィアがいて、
彼らの代理人であるアメリカ、イギリス、フランスの軍産複合体、その手先であるネオコン、そしてイスラエル、シオニスト、そしてサウジアラビア、王族、カタール、サウジアラビア、そしてトルコが入っていると。こういう連中ですよね。石油マネー、ロックフェラー。日本人だけは知らない、この40代の人に鈴木恵子さんですね、シカゴさん、推奨ですね。で、二百妖精さんにきちんとした情報が届いていないという視点でということで、圭さん。森進一が鳥越さんの応援で練習していたのはびっくり。彼の人間性がそうだった。森進一さんが登場したんだ。石田、誰でしたっけ、彼が、なんかもう途中で、広報を辞退せざるを得なくなって、もう政治的な発言はできなくなったということらしいんですけど、今度は森進一さんが登場したということですよね。そういえば911独立委員会の28ページの緊急事態が解除されましたよねと。ちなみにみんなに見せると物質がカーライルでつながると。そうなんですよね。だから例の 9.11 のカッコ付き米国同時多発テロ、これはもうアルカイダがやったというふうに自称された、が実はブッシュ、チェイニー、ラムズフェルド等々のネオコンがイスラエル、あるいはイギリス、フランス、あるいはの情報機関とか等々と一体となってでち上げた壮大な偽装テロだったんですけど、その時にですね、アメリカの全ての空港が閉鎖され、全ての航空機や離着陸が禁止されたにもかかわらず、その時にビンラディン一族百何十名がですね、なぜか航空機でアメリカを脱出したんですね。これはもうブッシュがそのように手配したということですよ。から第20回目のワイワイニュースネット世論調査、シカゴさんですね、アンケートご協力お願いしますということで、ぜひ明日の昼までですので、ということですね。高橋さん、はい、が、すみません、世の中を憂いてと。指導東郷さんですか、軍師はやめてくださいと。軍師、山崎康彦は軍師になっちゃったんですかね。で、日々これ革命さん、都知事選、不正選挙を以前に、総ばかり、応援、鳥越さん応援ありますが、型通りですと。小池、日本会議副会長、桜井誠、同時閲覧450人以上、上杉人気に押されていますと。伝わるよう、展開をというところなんですね。なるほど。小池百合子日本会議副会長。桜井誠が日本会議の副会長になったの？在特会の。ということですね。それでシカゴさんが放送中と、今日のメインテーマですね。手作業にすることが不可欠だと。セットの風さん、コンティニューコインですね。マシュマロさん、拍手と。これはクリスチャンです。ということですね。はい。松葉俊さん、石油の元締めはロックフェラーですからねと。森進一はね、鍋プロは鳥越さん支援なのかもしれませんねと。これは勝てそうと、引き締めて出現しないようにという、出現するんですかね、これはね。松葉俊一さん、しかも911事件があった直後にニューヨークで5人のモサド工作員が FRB に逮捕されているけど、その後釈放されていますねと。この5人があれですよね、ニューヨークの2つの高層ビルが、国際、貿易センター、
南と北島が崩壊したのを見て、北で、異常な興奮で喜んでたという異常な5人がいたんで、通報されて FIB に逮捕されたんですけど、結局釈放。彼らの身元はノーサド、要するに自分たちが企てた偽装テロが成功したことに喜んでたんですね。桜井誠ではなく小池百合子日本会議副会長。小池百合子っていうのは日本会議の副会長なの？ツイッターでめたくそに書かれている高顔持ち不正選挙を信頼してるのでしょうか。小池百合子が日本会議の副会長っていうのは初めて聞きましたね。ということは彼女が自民党の推薦を受けないで単独で、手を真っ先に挙げた背景には日本会議があり、統一教会があり、あるいは創価学会があり、あるいは幸福実現党があり、ありとあらゆる宗教団体が絡んでるってことなんですよね。シカゴさん、クリントン等の足跡をたどればイルミナティにつながるという。なるほど、みんなつながっちゃってんですね。松畑さん、航空機は世界貿易センタービルに衝突したとき、このイスラエル人モサドは大喜びして、そうですね、不審に思った近所の住民が警察に通報、逮捕、それから FBI が釈放ということですね。はい、小池百合子はゴリゴリの右翼ですよと、尖閣諸島の国有化の時の実験に手をつけると言っています。中国との戦争に向かってしまうという。日本会議の副会長というのは初めてですね。誰も言わないよね。周平さん。お茶ですね。こんばんは。こんばんは。選挙開放作業の一切に関わることを可視化および手探りにする運動ができない。まさにこれですよ。だから鳥越さんがいろんなね、東京都が抱えている問題、この国が抱えている問題を、まあ、政権攻略みたいな形で政策指示を出して訴えてるんですけど、一番肝心なのはこれなんですよね。不正選挙をやめさせる。そのためには7月31日の投開票作業に一切武蔵とかグローリーなどの不審な成功策の疑惑を持たれている正体不明の会社を一切介入させないで、どんなに時間かかってもいいから手作業でやるべきだって、彼が一番最初最優先の課題として政策として訴えないといけないんですよね。このことを言わないで、いくら都民のため国民のための政策提言をしたって最後は引き返せないんですからね。桜井誠は小沢一郎の強制起訴をした市民団体と、桜井誠もしたんですけど、結局、東京地検特捜部が受け付けたのは、元産経新聞の何でしたっけ、時々テレビで、バカなことを言ってる、評論家、彼の方がの訴えを認めたみたいですね。桜井誠は竹下と犬猿の仲っていうね、なんか公開討論で殴り合い寸前まで行ったんですよね。夏バテ中さん、モサドは WTC に航空機がぶつかることを知っていたということです。ちなみに911で最も有名だったのはイスラエル、ネオコンと軍事産業ということですね。K さん、鳥越さん自身が政策で肝心なのは手作業で選挙開票が行われるように訴えないと危ないと。都民に都政を取り戻すにはそれが必要だ。そうなんですよ。だから鳥越さんがまず第一に最優先課題にすべきなのはそれなんですね。4月31日の1日の都知事選挙の投開票には一切疑惑の持たれた武蔵とかグローリーを入れるなと。いくら時間かかってもいいから
手作業で開票すべきだというのをまず最初に掲げて都民に訴えなくちゃいけないんですよね。選挙の開票に立ち会いましょう、みんなでと。衆参、三宅洋平と安倍嫁の件についてはツイッターの名もなき投資家という方の分析がまとわれているのではと個人的には思っていました。安倍側からの怪獣作戦ですね、乗ってしまった三宅、迂闊、迂闊っていうよりもともと基本的な立場がふらついてるんでしょ、三宅洋平さんっていうのは。ちょっと時間がなくなっちゃったんで、ということです。これはあれですね、今日のヒラリー・クリントンは武器密売に関与しているということは、今日の放送、明日ですね、明日これを取り出して単独で、今日の重要情報を拡散として流しますので、私のブログにアクセスしていただければ、あるいはツイッターでも情報拡散しますので、できるだけ1000万人に届くようにいますので、情報拡散していただきたいですね。これはもう英語とフランス語でも拡散しますんで、こういう情報っていうのはまずないですよね。ヒラリーがなぜあれほどまで攻撃されてる、非難されてる私的メールをずっと使ってたっていうことは、彼女は武器商人のプライベートビジネスをしてたからなんです。とんでもない女がアメリカ大統領になるかもしれないっていうことですよね。テレビ上のがん保険 100% 公約とか保険会社の回し物だと思い調べたら、トリオはフラッグの CM に出てましたという。なるほど。あ、出てましたね、それでね。夏バテ。それから、三宅洋平は前回の選挙で自分自身に政治団体から1550万円寄付して、その後、生活費に当てる模様。彼は政治活動家で信用すべきではないと名前も。小池百合子は日本会議、国会議員、あ、そうか、そういうことなんだ。日本会議の副会長じゃないんですよ。国会議員、議員懇談会の副会長。やはり違いますよね。日本会議自身の副会長と、それから日本会議の国会議員が集まった国会議員懇談会の副会長ですよね。もうすでに何分ですかね。あ、43分11秒。閲覧114名様。計279名様。コメント97件ということですね。それから今日の一言ですね。これは久しぶりだったんですけど、昨日の例の日本会議の現在名誉会長になって、会長を14年間も務めたというとんでもない三好徹という最高裁長官が、1995年にですね、第13代最高裁長官になった時の挨拶、すごいですよ。裁判所が立法行政よりも先回りして意見を開示することは原則としてするべきじゃない、こういうことを言ってるんですね。だから結局最高裁判所が違憲審査立法権を唯一持っている最終裁判所だということで、憲法の番人として立法行政が憲法違反しているということに対して先回りして意見を開示することが義務付けられているわけでしょ。81条あるいは99条で、現憲法を尊重し遵守する義務がある。それを真っ向から否定しているようなことをこの三好徹っていうとんでもないバカがですね、言ってんですよ。1994年ヒラリーはリビア大統領の暗殺の黒幕と、戦争屋です、トランプの方がマシと。まあ、三宅や増田よりはマシだと思うから、取り合いの批判はこれ以上しませんと。夏場と中戦、そうですね。
何でしたっけ、あ、そうか、今日の一言、これなんで、憲法学者とか大手マスコミとか取り上げなかったんですかね。こんなひどいこと言ってんのに。これだ。何のため最高裁判所ってあるのと、何のため最高裁の長官ってのはいるのと、やめろって言うんだよね、金返せって言うんだよね。これですね、裁判所が立法行政よりも先回りして意見を勘違いすることは原則ってすべきだなという、こんなこと言ってるんです。憲法の曲解を三好徹94年に公言、歴史に残る出来事、これですよね。小池の政治資金疑惑は当選したら紛失すると思うと文春が追ってると。ああ、なるほど、松畑さん、そうでしたか。ツイッターで回ってる小池百合子情報、微妙に違ってました。小池間違いです。ヒラリーやリビア大統領の暗殺の黒幕、戦争やトランプの方がマシと。あれ、ヒラリーっていうのはクリントンの夫よりも戦争志向が強いんじゃないですかね、彼女。都民として誰に投資する友人に。これは鳥越ですよ、鳥越さんですよ、野党統一候補。それから今日の一言の2番目。これは、これ面白いですね。有名なガルブライスという経済学者が言ってですね、マネー研究は経済のあらゆる分野の中で真実を隠す、または真実から巧みに逃れるためにそれが暴露されないようわざと複雑になっている分野の一つだと。これもちろん鳥越さんしかいないということでしょうね。これがガルブライス、本当のこと言ってるんですね。だから経済学者が新古典経済学として数式を利用して複雑な研究をしているのを、要するに現実とは一切関係ないところのお遊びだ、こういうことです。これですね、マネー研究は経済のあらゆる分野の中で真実を隠す、または真実が巧みに逃れるために暴露せないようわざと複雑になっている分野の一つ、マネー研究ね。それから銀行がマネーを作るプロセスは不愉快になるほどあまりにもシンプルだと。ちなみにヒラリーはイルミナティカードに出てきますという、イルミナティカードってあるんですね。はい、宣伝します。資料統合さんですね、ガルブレイス。これですね、銀行がマネーを作るプロセスは不愉快になるほどあまりにもシンプル。高橋さん、今の安倍晋三はもちろん歴史を遡ってみても損害賠償級の政治家ばかりというリアルな話ですねという。 K さん、消去法で、岩手県知事だった増田は大変な赤字を1兆4000億、小池は交付で実現等の応援しているとんでもない連中、論外なんですよ本来と。本来は宇都宮さんが一番最善なんでしょうね。でも宇都宮さんと鳥越さん両方立ったら当然共倒れになるんで、宇都宮さんが身を引いたということですよね。
確かに経済学者やるなど分からないことを言ってますもんねと、アベノミクスで失敗してないそうなので、スカゴさん、第二安倍内閣の19人の閣僚のうち14人が日本海軍懇談団に所属しているといって、韓国の中央日報は極右大本営と呼ばれる日本海軍の所属で、そうです。極右ファシスト組織です。日本海軍、シカゴさん、宇都宮さん、花がないという。まあそうですね、弁護士さんも真面目一方ですもんね。夏場さん、そうだよねと、最も紙幣って紙切れにしか過ぎないのに、政府が価値を認めているから意味があるだけで、お金自体には価値はないと、ということですよね。だから信用創造なんです。信用創造特権で勝手に、政府が国債を発行し、中央銀行が紙幣を発行すると。それからこれは面白いですね、今日の一言、経済学者リチャード・ベルナー氏の言葉ですね。これはもう朗読したと思うんですけど、この福井日銀危険な巣はこの中に出てるんですね。エコノミストたちが米国の、これは日銀のエコノミストたちですね、米国の大学に留学して新古典派経済学を勉強して、その理論を使っていろんなことを一生懸命説明しようとしている。しかし新古典派経済学は現実の状況と全く異なる理論だと。それを使ってさまざまな複雑な論文を発表している。数学的な論文を出しているが、本当のことを全然知らないので嘘をつく必要もないと。そうすると彼らはスモークスクリーンの役割を果たしていると。曇りガラスです。日銀の中の本当の日銀、金融政策を行っている人たちが透明性を減らすためにスモークスクリーンを使っていると。エコノミストが専門用語を使って話をすると、みんな本当のことが全然わからなくなる。彼らが行っている非常に複雑な研究は本当の金融政策とは関係ないものだが、取材相手に金融政策は複雑で何も言えないという気持ちにさせる効果だということですね。金銀本位の経済から離れた間違いと。まあだからその金と銀をロシタイドが全部独占しちゃったと。で独占して、FRB なんかが金をあるいは銀を大量に貯蓄して、それをベースにして、ドル紙幣、打艦紙幣のドルを刷ってたんですけど、それでも間に合わないから結局1971年にニクソンショックで、打艦をやめちゃったんですね。そうすると金だろうが銀だろうが、そういう価値あるものをいくら持ってなくても、どれだけ好きな時に好きなだけのドル、円、ユーロ、ポンドを刷れるというとんでもない、事態になっているんですね。ですから今は私の言う、超金融資本主義で実体経済をに救って、実体経済の生み出す価値を横取りして、いわゆる癌みたいなんですよね、健康な細胞に救って、その健康な細胞を破壊することによって養分を吸い取って、健康な細胞を殺せるというのと全く悪性腫瘍のような存在が今の金融経済なんですね。ですから金融経済自体をもう 100% 解体するという戦いこそが信用創造特権を廃止する戦いであり、我々の市民革命派の戦いなんですよね。そのことを言わないで、あーだこーだ言っても、それはもう現在の基本的な国民を支配し搾取する基本構造をそのままにして、改良しようとする、しようとしてるのに嘘なんですね。現役の参議院議員の藤末さん、新自由主義が言うには6年以内に必ず日本政府をデフォルトする。そりゃそうですよね。いやだからデフォルトする前に
世界金融恐慌と第三次世界大戦でチャラにするというのはアメリカ、日本、ロシアとイギリス、EU の支配層の合意事項ですよ。だから今世界中でテロと大格差社会が生まれてるんですよ、ね、日本の政府がデフォルトを6年以内にするという前に、アメリカもそうなるし EU もそうなる、イギリスもそうなる、世界中がそうなる前に彼らは彼らの解決方法としての戦争と金融恐慌に持ってって全てをチャラにする、こういうことです。地方銀行がやってる基本はお金をすること、アベノミクスもアベノミクスも基本は同じ、そうです。アベノミクスで日銀は300兆のお金を吸って、全てを自分たちの仲間である、534の金融機関に流して、そのほとんどが金融経済に使われ、ほんの一部しか実体経済に回らないから実体経済が破壊されてるんですよね。それと安倍政権が200兆円の財政支出をして、ほとんど全てを自分たちの仲間である、ゼネコンとかあるいは原発マフィアとか等々に回した。だから全て500兆円です。500兆円の国民の富がアベノミクスによって、奪われたと、合法的に奪われたということで、失敗するのは当たり前なんですよね。失敗するようになってるわけですよ。でそれを大手マスコミ、経済学者は失敗した失敗したと、安倍晋三あるいは黒田は認めろ認めろって言うんですけど、バカなことなんですね。最初からアベノミクスが失敗するように設計されてるわけです。500兆円の日本国民の資産を彼らが吸い取るためのいわゆる工作ですよね。つけは子や孫に押し付けるのが安倍のやり方、はっきり言って日本の未来は真っ暗だよ、夏バテ。だから我々、市民革命派が各国、世界各国でいわゆる現在、世界中で貧困が拡大し大格差社会が生まれ、テロが至る所で頻発し、戦争が至る所で勃発すると、あるいは核兵器が、あるいは戦争兵器が大量に配備されるという中で、それじゃあその現況は一体何なんですかということを我々は理解し、その元凶である、いわゆる金融、国際金融マフィア、それ自体の力の源泉である信用創造特権を、3つの信用創造特権を世界各国の革命市民の中心となって合法的に、廃絶し、国民のために信用創造を使う、あるいは民間銀行なんかもういらないと、全ての金融サービスは中央銀行が無利子で安い手数料でやれば済むわけですよね。そういうことに気がついた我々普通の市民ですね、いわゆる利権特権を拒否する、真実を自ら追い求め、騙されない懸命な戦う普通の市民が大量に登場しなくちゃいけない。だから日本で1000万人が必要だと思うんですけど、そして、市民革命運動によって市民革命政権を樹立して、まず最初にやるのは3つの信用創造特権を剥奪するということをやれば世の中は劇的に変わるんですよね。高橋さんはその通りですよ。ロシアへの金融支配をなくさない限り解放はないと、解決はないと、戦争でチャレンジするというやり口で安倍の会見はあまりにも見事、それに合致しているということですよね。ということで夏バテ注意さん、日本の未来は真っ暗だよと。だから我々しかいないんですよ、希望の星は。だって既存の今まで戦後70年戦ってきたいわゆる、保守リベラルとか左翼リベラルとか無党派リベラル、結局
今回の7月11日、10日の参議院選挙で負けちゃったじゃないですか。いくら彼らが謀略を使って選挙を、あるいは世論を誘導したというふうに言ってますけど、3分の2を取らせたということは敗北なんですよ。ということは彼らの戦い方が中途半端だったということですね。ということですよね。だから日本の未来は我々にかかっていると。世界の未来は我々市民革命派の決起にかかっているということをはっきり自覚した方がいいですよ。そうしないと結局既存の野党、既存の労働組合、既存の平和運動等々にずっと引っ張られて敗北の連続でしかないんですけどね。その通りです。目覚めた市民しか救える勢力はいないと。そういうことですよね、Kさん。夏場さん、最終的にはグローバル化で世界中で格差拡大し、資産階級が消滅、世界は超お金持ちと二の二の組だと思う。超お金持ちの資産を増やす政策だったと、後世の歴史家は語ると思う。だ最終的じゃなくて、今がそうなんですよ。もうグローバル化で世界中で格差拡大し、資産階級が消滅するんですよ。最終的じゃなくて、今がそういう時代になってるんですよ、ね。二極化。それは一体どこから来るかということで、さっき言ったように、現在は金融資本主義の段階から超金融資本主義の段階に来て、金融経済が実体経済をもう支配し、その実体経済の我々が生み出す価値をほとんど根こそぎ持っていくとこういう時代になっちゃったんで、その超金融資本主義をやめさせるための戦いというのは我々市民革命しかいなくなっちゃったということなんですよね。安倍と日本会議の天皇制倫理国家のよみがえりは皆さんへの地獄への招待、そうですね、地獄への招待状を配ってるんですよ、あいつら。衆参、自分らの不始末、策略の目隠しに大量殺人の戦争も辞さない、上等手段の世界支配階層のお心に預かろうとする安倍一家ということですね。その通りです。あ、これは読みません。つけは子供や孫に押し付けるのが安倍のやり方、はっきり言って日本の未来は真っ暗だ。夏場さんです。宇都宮市が出馬撤回、鳥越氏50万票上乗せで都知事選圧勝も一貫の。だから本来だったら自民党が2つに分裂して野党が統一候補で普通だったら圧勝する予定なんですけど、でも現実は違うんですよね。例の投開票で、武蔵とかグローリーが不正操作する。で過去3回の都知事選で全てやってるんですから、今回もやるんですよ。でおそらく自民党公認の増田が鳥越さんと競って勝訴で勝つというようなプログラムが設定されてるんですよね。シカゴさん、本市による政府への情報公開請求で判明、主権もない日本と、イギリス兵が沖縄の米軍基地で訓練、法的に問題、沖縄タイムズ。イギリス兵が米軍基地で訓練してるんだ。今では貯金が全くない家族が4割もいると。これがアベノミクスの正体、そういうことです。高橋さん、そうです。しかも今の日本に最も可能性があります。アベノ日本会議路線を徹底的に排除できるならばですね。夏場知事さん、安倍政権の誕生で日本もものすごい格差社会に向かっているということですね。三宅洋平みたいな遊び人に騙せないようにと、もっとまともな候補を作れと、そういうことでしょうね。みんな騙されたんですよね、彼にね。安倍が推進している TPP なんてグローバル化の慣れの果てだろうと、夏場と聞いた。その通りですね。目覚めた市民しか、救える勢力はいないと。計算。ということですね。また先週の大敗北を忘れませんが、希望の星たちを増やすにはどうしましょうかと。いや、だからもうあれですよ。もう自分は
市民革命派だと名乗ってですね、で、できたら、勉強会を作ると、その地域で。あるいは、家族勉強会を作ると。そして、日本国憲法ですね、を勉強する。あるいは、信用創造特権といったら何かと。あるいは、日本、あるいは世界の支配と搾取構造、基本構造といったら何なのかと。明治維新というのは一体どうなっているのかと。大日本帝国憲法といったら何なのかと。あるいは昭和天皇というのは一体何なのかということをみんなで勉強し、そして、結局自分たちがその中から自分たちの住む村、町、区へ、政治、議会ですね、あるいは市長とか区長とか村長とか町長に自分たちの代表を送り込むと、選挙で。で、それが全国的な流れとなって、市民革命派が地方でも中央でも多数派を形成して、市民革命政権を樹立して、それで、信用創造特権を廃止する、あるいは日米条約をもう真っ先に、一方的に破棄するということですね。超大金持ちはタックスヘイブンを使い、税金を支払わずに富を貯め込むと、グローバルエリートの世界になっているということですね。松葉と中心。市民革命、インテリゲンチア革命か、プロレタリア革命か、その限界が今問われていると。ナゴルニキ、ドルシェビーキの逆戻り、朝鮮戦争を逆に直されている地球座と。あ、そうなの。プロレタリア革命はもうダメなんですよね。プロレタリアっていうのは一体何だって言ったら、結局、労働者階級の代表として振る舞った革命党、共産主義革命党が、結局はプロレタリアとの本当の意味の代表ではなかったと。ほとんどがユダヤの革命家、陰謀家、スターリンとかレーニンとかトロツキーとか、ロシア領が金を払って、ロマノフ王朝を転覆させるために雇った共産主義革命でしかなかったということですよね。まずは少数で集まるべきと、勉強会しましょう。ぜひ、大分でやってください、勉強会。自衛隊500人投入、明日には反対法の強制排除、田中理作じゃ。田中さん、向こう行ってんだ、高谷に。いいですね。夏バテさん、日本の大企業の内部クリア各裁判350兆。今後の所得は騒がれつつ、明らかに富や大企業はそう、そういうことです。勉強しないと、宮古洋平君みたいな感情で流されるバカ政治家、姿勢と行動が必要ということですね。日々こういう革命戦、朝鮮戦争と北朝鮮革命の連帯と、規制、理論に頼らず、主体思想、しかし新たな行き詰まりが、だから北朝鮮の主体思想がなんか革命的な意味があるとか、現在に新たなあれがあるっていうのは全くの出来上がりですからね。主体思想っていうのは要するに北朝鮮の金王朝を合理化する正当化するためのイデオロギーを後付けで作ったものでしかないんでしょう。それをなんかあたかも革命的な理論のような形で取り上げってこと自体が間違ってます。周平さん、希望の星とか英雄待望論だという考えを持つ前に自分が、そういうことですよね。だから自分の本当親しい人とか何でも語り合える人を一人でも増やして、勉強会運動、草の根勉強会運動、あるいは家族勉強会運動の中から新たな政治的な市民革命派の登場を真剣に僕らが考える、あるいは実行する時期に今来てますよね。タルムードの教えを実行、マルクス
家は代々ユダヤ系のラビ。そうなんですね。だから私はまあね、70年代の全教徒世代、あるいは60年代の安保世代のほとんどすべてマルクス、レーニン主義、あるいはマルクス、エンゲルスの共産党宣言とか資本論なんかに影響された世代ですけど、結局はマルクスはお金に関して、あるいは銀行の役割とかお金信用創造に関して一切語ってないんだよね。そこが怪しいですね。失礼しました。地球座の朝鮮戦争研究は主体思想以前の段階を取り扱っていますと、キリコル革命さん。私は自分が生き残るように土地も農地も備蓄も理論武装もしていますが、できれば世紀末は来てほしくないと、最後まで戦いましょうと。なるほど、ということですね。公有財産となった多民族のあらゆる私有財産は公有民族を管理するユダヤ人の支配下にと、権力者の権威、共産党宣言で、マルクス・エンゲルスに共産党宣言をお金を払って書かせたユダヤ人のレディとかなんかいう人間が手紙で残したんですね。要するに、世界統一政府樹立のために私有財産制を全部放棄させると。で、最後は自分たちユダヤ人がその成果を刈り取んだよというふうにはっきり言ってるんですよね。松葉統一さん、あれだけ国民を弾圧している北朝鮮は必ず滅ぶと思うと。そうじゃないと生きている意味がないと。そうです。だから北朝鮮は私の言ってるように、たかだか GDP が1兆9000億しかないんですよ。これはもう日本では島根県の1年間の GDP と同じですよ。あるいはコンゴ共和国、世界産品国の一つと同じで、その北朝鮮が何で2200万人の人口を抱え、200万人の常備軍を抱え、核実験なりミサイル発射とか等々できるんだと。それはもうあれですよ、アルカイダとかイスラム国と同じように、あるいはイスラエル国と同じように、裏でロシアで国際金融マフィア、およびアメリカ、ネオコン、軍産複合体、あるいはイスラエルの軍事技術等々の全面支援があるから彼らはそれができるわけじゃん。で、そのことを誰も言わないんだよね。なんであんな世界最貧国、島根県が一県で核開発、核実験できますよ。あるいはミサイル実験を定期的にできますよ。そのことを誰も言わないんですよね。で、この前失敗した1月に水爆実験を北朝鮮がやったんですけど、水爆実験にかかる経費っていうのは北朝鮮の1年間の国家予算3000億円とか4000億円かかったんですよ。そのお金どっから来るの？それはもう完全にオフショア、タックスヘイブンを使って莫大な資金が北朝鮮に流れてるからです。で、それだけの資金を使って北朝鮮をイスラエルと同じように戦争国家に仕立て上げても十分見返りが来るような構図になっています。それは北朝鮮というのは韓国と日本に脅かして、それで高いアメリカのハイテク、役に立たないハイテク兵器を導入させる。そしてアメリカの核の傘にずっと置いていくと。いう役割を北朝鮮に与えてるから、それだけの見返りを十分させてるわけですよね。ココムの邪魔もありますが、日本の豊かさを維持しながら二段階日本戦争法支配の分かれ道、二段階革命か貧困格差戦争法支配なんかの分かれ道が今ですという。そうですね。まあ、二段階革命がどういうものか分かりますけど、津波水です。北朝鮮は笑えなくなりそうです。同意いたしますという衆参。そうです。笑えないですよ。まさに北朝鮮化してるんですよ。北朝鮮が崩壊後に九州、沖縄、北陸に難民が流れ着くでしょう。日本もフランス、スペインのような難民問題が来ますということですね。
確かに自民党憲法草案が日本国憲法になったら日本の民主主義の終わりだからみたいな。北朝鮮は世界支配階級の傀儡国家です。そういうことです。イスラエルと全く同じですよ。同じ戦争国家としての役割を彼らは与えられてるんですよね。マルクスの経済観はロンドンの特権銀行、特権的銀行家階級ロスサイド商会と合致、ほとんど知られてない革命家マルクスと英国貴族階級の深い関係が、これ面白そうですね。北朝鮮は笑えなくなりそう。日本は革命にもたどり着けない家の考察です、うん。北朝鮮のいわゆる革命って一体何だって、あれはもう完全にでっち上げですよ。スターリンがおそらくですね、何の証拠もないんですけど、私の考え、独断的な考えなんですけど、おそらくシベリアに抑留されてた瀬島隆三を使って日本の天皇制支配を北朝鮮に、植え付けさせる役割を彼らに命じて、そして、キム・イルソンという全くでっち上げた指導者を持ってきて、彼を独裁者にして、傀儡政権に仕立てられた。その理論的な支柱がチェチェ主体思想であり、で実際は日本の天皇制による天皇制、独裁体制がモデルになっていると私は思いますよね。だから瀬島隆三だと思いますよ。もう十何年シベリアに行って、いて、その時何してるか全然分かんないですよね。だから彼は疲れたんじゃないですか、スターリン。松畑さん、北朝鮮が利用されているのは事実だと思うと、アメリカの軍事企業は北朝鮮を口実に武器を日本へ、そういうことですよ。だから必ず日本で何かあると、実験、ミサイルの実験とか核実験がされるじゃないですか。そうすると、再び日本は米国に頼らざるを得ないという状況に戻っちゃうんですね。日本は革命にもたどり着けない状況の公安です。そこなんですが、諦めずに、地道に、語り継いでいくという方法は考えられませんかと。南海革命はまだ薬なんです。グルジア革命、プロテア革命、連載し、でも今、南海革命とか、まだ薬なんていうこと自体は、を真面目に論ずる時代じゃないじゃないですか。マルクス理論自体がでっち上げじゃないかというのが私の立場ですよ。3代目の安倍小部金正恩は実力が止まらないので、最高司令官責任者という権力の裏付け、後ろ盾、世界軍事マフィアが必要と、したんです。松畑さん、自民党憲法草案は国民の基本的人権を否定している。つうか、基本的人権を認めない憲法なんて言いました。まあ、要するに、自民党憲法草案のは、第二の帝国憲法ですよ。それを、今の日本国憲法を亡き者にして、第二の帝国憲法に差し替える。それが自民党の憲法草案です。北朝鮮って昔の日本にとっても似ていると、国民の権利人権を認めない国の日本、自民党の理想教科の主義に夏場です。だから北朝鮮の完璧な国民支配の 構造っていうのは、戦前の天皇制、軍事独裁体制の日本ですよ、モデルは。概念的には市民革命とはブルジア革命のこと、これなんて言うんですかね、行くとと、ぜひ対談、対決を招きました。キャッシュをやられたらそれだけで革命的になっております。
この人はマルクス経済学者なんですかね。金日成やスターリンの操り人形と、朝鮮人のソ連軍大尉を伝説の英雄金日成に従ってあげ朝鮮戦争を仕掛けた、そういうことでしょう。歴史を知る必要はありますが、マルクス人形はとっくに終わってます。マルクス自体が本当に、人間の幸福、人間の平等、差別撤廃を本当になくすための理論かというか、そうじゃないんですよね。唐谷浩人さんですね。わかりました。ということで、コメントがたくさんあるんで、そっちの方の方に、時間を取られてて、でこちらの方に台本に戻りますけど、そうだ、それで今日の推薦図書で紹介編で、日本は二度死ぬ、サイキックドライブ、ドライビング、催眠的操作の中の日本と。で、この本をですね、これは、ヒカルランドから検討されたんで、この中が9人の、学者とか評論家とか、その中に天野元康さんが、入ってて、この9人が連続して、なんか講演会したらしいんですね。でそれを本にまとめたのがこれなんです。ということで、これの天野さん、通貨発行権と国際銀行権力という超タブー、真の支配者が見えない借金通貨システムの謎を解くということで、彼の講演、あと飛鳥昭雄さんとか、菅沼光弘、高島浩二、船橋俊介、ベンジャミン・フルフォード、宮城ジョーギ、吉浜つとむ、リチャード・コシミスという方、9名の方が連続して講演会をしたらしいんですね。ヒカルランドの創立6周年記念の企画で。で、それを本にまとめたということなんですね。お茶ですね。ゴリラタンクさん。唐谷浩人と。これか。推薦図書。マイナス56。何なんだろう、これ。日本は二度死ぬ、サイキックドライビング、催眠的操作の中の日本だ。三上さんは。これですね、光るランド。はい。そして、今日の推薦図書で、今日は今何分ですかね。もう83分なんだ。それで第9章のですね、昨日の続きですね。プーチン、これは昨日か。とソチ冬季五輪終了と同時にロシア攻撃が始まったというやつですね。で現代世界情勢の中で地球支配階級から攻撃を受けているのはロシアであると。2014年2月、ロシアのソチ冬季五輪終了と同時にウクライナ問題が発生したと。2014年3月、ロシアはウクライナ問題からクリミア半島を併合したと。ソチ冬季五輪終了と同時にウクライナ問題を仕掛けたのは地球支配階級だと。もちろんロシアのプーチン大統領はそのことを完全に投資している。それゆえロシアはすぐにクリミア半島を併合した。その心はやられたらやり返す、徹底的な攻撃を受ける前に独自の戦略で防衛するということ。これは当たり前のことである。
世界と日本のマスコミはロシアによるクリミア半島併合を批判する。だが現代世界の背後情勢を投資する本書の立場から言えんならば、その善悪を取ることは無意味である。なぜならばウクライナ問題を仕掛けたのは地球支配階級だからと。ウクライナ情勢の背後には地球支配階級 VS ロシアの戦いが存在する。その後の動きを追跡すると、地球支配階級はウクライナ問題を仕掛けたが、その後も地球支配階級によるロシア攻撃は止まらないと。彼らは原油価格を低下させてロシアを経済的に締め上げる。ロシアは原油大国で、原油の輸出はロシア経済を支えている。原油価格が低下するということはロシア経済が苦しくなるということだ。実際原油価格低下のおかげでロシア国民の生活は厳しいものとなっている。近年における原油価格の下落はロシアを標的にしたものなのだと。同時に地球支配階級はロシアに対する経済制裁も発令したと。これには日本国も参加していて、正確には日本国は経済制裁に参加するよう強制されているというべきだ。だがそれは何を意味するのか、あるいは何を将来するのか。現代世界において日本国とロシアの間には北方領土問題が存在する。日本国は北方領土問題を解決したい。だがロシア経済制裁において領土問題が解決するはずがない。これは当然のことだ。ここは世界支配階級の近未来戦略が存在する。どういうことかと。近未来、予測。地球支配階級は日本国 VS ロシアの戦いを仕掛ける。さて、右のような情勢の中でさらなる動きが開始される。2015年9月30日、ロシアでシリア空爆を開始した。なぜこのようなことになったのか。名目はイスラム国掃討だが、その本質はアサド政権を支援すること。だがロシアの動きは、米国を動かすことになった。なぜなのか。一般的にはイスラム国はイスラムの過激組織と位置づけられている。そして、彼らはイスラム世界のために戦っている。だがそれは上辺の話で、彼らの正体はそうではない。彼らは利用されている勢力なの。イスラム国は米国が育った組織。地球支配階級は育った組織である。イスラム国の背後にはユダヤ国際金融資本家が存在する。その組織をロシアが敵に回すということは、ロシアが地球支配階級を敵に回すということなの。地理的、地政学的に観点から見てみよう。中東の地図を開いてほしい。イスラム国国家イコールシリアの隣にはユダヤ人国家イスラエルが存在する。イスラエルはユダヤ国際金融資本家が建国した国家だ。ロシアがシリアを支援する、シリアを勢力圏に収めるということは、回り回ってロシアがイスラエルを保有することになった。近未来予測。ロシアはイスラエルを保有する。だがそれで世界はどうなのか。話を進む前にユダヤ人について考える。ここまでですね。で、明日水曜日はフランスでですが、木曜日、次の現代世界には本物のユダヤ人と偽物のユダヤ人が存在すると。アシュケナディとですね、スファラディということです。これが第6節ですね、ということです。トランプが大統領になっても何も変わらないと、あの国は支配者にとって都合が悪い人間を暗殺される。そうです。だから今はいわゆる地球支配階級の公認候補のヒラリー・クリントンと非公認候補のトランプで、もしもトランプが大統領になれば、どっちみち地球支配階級の指揮下に入らざるを得ない。もしも入らないで徹底的に彼が独自路線を進むんだったら暗殺されるじゃない。ということですね。唐谷公人はマルクス反社でアソシエ、ね、自由連合革命ネムの論と接近するわけです。いやだからまあ彼がマルクス批判をしているということなんですけど、それじゃあ現在の現代世界、我々が生きる世界でこれほどの貧困、
大格差社会、テロと戦争、あるいは核兵器、戦争兵器が大量に実戦配備されているということに対して、それじゃあどういうふうに捉えて、それじゃあどうすればそれを本当になくすことができるかというふうに提案してるんですかね、彼が。それ聞きたいですね。松本さん、自国の大統領、暗殺ケネディ大統領されても完全に犯人が完全にこの世に存在しない。2039年に機密文書を公開するという国ですから、大統領は殺されても裁かれない。トランプなんてゲス野郎だと。高橋さん、何事も盲信するのはカルトと、共産主義もしかりと、マルクス主義の盲信もその点ではカルト以上。そうですよね。人の資本論の視点、カーニのレポートは A と。だから一種のあれですよね、カルト宗教ですよね。共産主義、マルクス主義っていう。違います。批判的精神すべてを疑いが今です。その逆説が分かってないので。シカゴさん、地球座で展開します。あら、地球座自体が一体どれほどのこの現実社会のさまざまな問題を解決する力があるかというと、ないでしょうね。悪いですけど、ただただ議論してるだけでしょ。だから今議論する場じゃないんですよ。実際の問題を本当に解決する社会運動が必要なんですよね。トランプが大統領の時、日本が正しい政権ならだいぶ関係は改善されるが、安倍や阿流なら何でもかんでも金を払いそうです、うん、ということで、ですね。それでようやくあれか、今日のメインテーマにたどり着きましたね。今日のメインテーマ、7月31日投開票の東京都知事選で野党統一候補鳥越俊太郎氏が勝利するには、開票作業から武蔵とグローリーを完全に排除して手作業にすることが不可欠だと。今回の都知事選挙は自民党が小池候補と増田候補に分裂し、野党が鳥越氏で一本化したために、普通に考えれば鳥越氏が圧勝するものと誰でも考えるが、2011年、12年、14年の都知事選挙であからさまな不正工作が開票作業を独占した武蔵とグローリーによって実行されたような不正工作によって、今回も自民党推薦の増田候補が鳥越候補に競り勝つようになるんじゃないかと。なぜならば都知事の椅子っていうのは米国支配層と歴代自民党政権にとって日本における最大最高の利権の一つであり、どんな謀略を使ってでも絶対に手放さないものだったと。で、2011年、12年、14年の都知事選挙では不正工作の明白な証拠が次のように、判明しているということで、2つですね。これ昨日も出しましたけど、画像1、都知事選の石原の2011年から猪瀬の2012年、そして舛添の2014年、これの51の東京都内の選挙区で、それぞれの候補が獲得した得票数を点にして、それをずっと結びつけてグラフにしたんですね。で、一番大きいのが得票数400万といわれる猪瀬、400万も取れるかと。から真ん中が石原で、赤いのが増田の時なんですね。で、これをですね、それぞれの2011年の石原の時のあれをこれに 0.8 かけると、そして猪瀬の時の 0.48 かけると、増田と全部重なっちゃうということですね。こんなことは自然界では起こりやない。これはもう武蔵とグローリーが集票作業を独占しているコンピューターで、開票する、正体不明の、会社の不正工作によってこういうことが可能なんだということですね。地球座は広報版ですと。また山崎康彦集会の広報告知もぜひお願いしますという
日々これ革命さんからのですね、これから東京オリンピックもあるから利権も相当絡むと思うと。松原さん、その通りです。プロセス論に歴史批判が必要なわけですと。トランプ大統領の時、日本が正しい政府権ならだいぶ関係は改善されるが、安倍や阿流なら何度もかんでも金を払いそうです。脅かされて払うと。それで、で画像維持と画像にですよね。で7月31日投開票予定の今回の都知事選で、もしも武蔵とグローリーがコンピューターによる集票作業を行えば、過去3回の都知事選と同じく米国支配層と歴代自民党政権の利益代表の自民党公認の増田候補が当選することになるだろうと。で武蔵とグローリーの不正工作はおそらく釣るような仕組みだろうということ。都内51カ所の投票所での増田、鳥越、小池各候補の獲得票数はあらかじめ、係数として定められていた。それは増田、細川、宇都宮の3候補が接戦した2014年の都知事選と同じ係数が採用されるんだ。3人が競ったんですから、状況が似てるから、おそらく2014年のデータをベースにするんでしょうね。そして7月30日日曜日の午後8時の投票終了後に判明する有効投票総数にそれぞれの係数をかけて、各選挙区での増田、鳥越、小池各候補者の獲得得票数が自動的に出てくるように仕組まれているので、鳥越候補は都政の諸問題を解決する政策提言を公約、選挙公約として掲げているが、最高に緊急な課題である不正選挙を完全になくすために、武蔵とグローリーを完全に排除して、開票作業を手作業にすることを最優先課題で都民に訴えるべきなんだということですね。中3、日本メディアが最近やたら取り上げ始めたロシア国、ドーピングね。怪しさ満点と、IS 問題なんですよ。これもひどいね。ドーピング、ロシアバッシングがすごいじゃないですか。国がらみでやってたなんだって。これもでっちゃうでしょ。地球座はこう、これは見ましたね。ということです。だから、舛添さんは、まさにこの、不正選挙を防止するために、すべて手作業でやると。いうことを彼の最大緊急公約としてやるべきです。開票改造マシンが不要と、野党統一候補でも不正選挙では勝てないと、そういうことです。それで、週刊真実報道で、特集記事になってますね。そういえば開票武蔵と安倍がつながっている噂があったけど、どうなの？なんか、大株主だと。安倍の親父が大株主で、それを引き継いだと言われてますけど、具体的に、何株持ってるとかっていう情報は、そのないですね。から次、今日のトピックス、トルコ、クーデター失敗、政権側が制圧、軍人2839人拘束ということで、これはやらせるでしょうね、おそらくね。だって本来だったら、クーデターだったら最高の政敵をすぐ殺すでしょ。殺さないで、そのまま彼の帰国を待って、鎮圧されちゃったということなんで、これは偽旗作戦ですよね。トルドアンだ。エルドアンか。そこまでやるんですね、彼はね。これか。これは東京新聞の、なかなか詳しいあれですけど、要するに、クーデター、鎮圧されたのは、クーデターを起こした。一部軍人が世間を見誤ったんだと。
世論を見余ったんだというような結論出したんですけど、違うでしょうと。世論が味方になってクーデターを鎮圧できたっていう論調なんですけど、違うでしょ。ああ、松本さん、アメリカ大統領選で電子投票システムのディボルト社がブッシュに政治関係していた、かなり怪しいことですね。と、次にトピックス、増田博氏、博也氏、社外取締役だった東京電力、東電の社外取締役をつい先日までやってたんですよ。増田っていうのは。とんでもないね。それで、年間おそらく1000万以上の報酬をもらってたと。だから金に汚いでしょうね。これですね。それと、小池か。改革派辞任の小池百合子氏、豊洲で移転問題に一切触れずと言っている。あれ、これは、あ、そっか、今、そうです。共産党が不正選挙について言及しないのはなぜか。自民から共産党が厄介になっていた。ルイネット。なんでだろうね。厄介になっていたから。その程度で追及しないんですかね。から、増田ですね。増田が、東電の社外取締役を、つい先日までやって、年間報酬1000万円以上をもらってたという、これだ、一貫論だ。衆さん、素朴な疑問ですけど、東京都知事選という参議院選挙の負けをひっくり返せるくらい、そのきっかけになりでもある可能性あるんでしょうか。比較の次元が間違って、いや、可能性あるんじゃないですか。鳥越さんが都知事になれば、で、鳥越さんが真っ向から安倍政権と 対決するという立場を確固なものにすれば、すごい脅威じゃないですかね、安倍にとっては。増田氏は東電の株主であることは確実。小池氏を応援する石破さんの娘さんは東電社員と、砂津健さん。なるほど。そしてその次。少年が刃物で列車の乗客を襲撃、3人重傷、イスラム主義の主義者の犯行かと。これドイツですね。突然、少年が刃物。重傷2人、あ、3人か。これか。AFP ですね。これですね。ドイツですか。K さん。これは911 Truth Japan。911の真相。すごいな。なんでこういう人を自民党は候補者にするのかなって。やっぱり自民党は国民を舐めているよと。増田さんのことですね。要するにもう、どこでもないやつしか自民党いないんでしょう、ね。まともな人間自民党に行かないですもんね。だから今日の重要情報。
米交戦派の手先としてシリア侵略に協力してきたトルコ政府が露国を接近し始めた直後の軍事放棄ということですね。サクラウジアンです。マイナス6。サクラジアナさんもやらせじゃないかというふうに見てますね。から最後、注目情報、与党3分の2会見発言の教師が謝罪か、自民党が脅かして密告しろと言って実際に密告された教師が謝罪したという、戦前並みのファシスト国家、全員が監視スパイする国家になっちゃったね。リテラ、これですね、文字化けして読めないという、日々これ革命さん。それから、今日のリテラーのあれですね。戦争に行くこともと発言した教師が追及されちゃった。まあ、要するに、公明党祖国学会とか自民党とか日本会議とかいう父兄が、自分たちの子供、通ってる子供で、子供の教師が何を言ったかっていうのをチェックして、で、変なことを言った教師を潰し上げるという、とんでもない社会になっているとですね。日々これ革命、さん、あなたは怪しいと。一体何者ですかですって。工作員なんですかね。ということで、今日の放送は、これで終わりですね。時間が107分25秒、28秒、閲覧123名です。トータルで512名様、500名以上の方が聞いてくれてましたね。北朝鮮問題詳しい中山、中丸さんか、公明系決闘と。ということで、コメントが211コメントですね。お疲れ様、ありがとうございました。天国からさんですね。ということで、今は午後10時6分ということで、2時間近くなりますね。お疲れ様でした。おーつ、見てました。5、6分までさんですね。地球座をお読みください。山口康子さんの方がよくご存知でしょう。工作員の発売じゃありませんかという、ということですね。トルコは NATO の一員だからねと、いろんな主役があると思うと。そうなんですね。なぜトルコが NATO に入ってるのということですね。配信ありがとうございます。K さん、お疲れ様でした。いつも、そばで、イリオさんですね。お疲れ様でした。周辺さん。ということです。配信ありがとうございます。夏バテを注意したい。トルコは NATO の一員でも夏バテしてください。ということで、今日の放送はこれで終わりです。明日が水曜日で、7時頃からフランス語放送ですね。バイリンガル放送がありますので、ぜひ、参加していただけたらと思いますね。お疲れ様でした。新しいテーマを聞けて楽しくなってきましたという周さんですね。ということで、終わりです。お疲れ様でした。